11月26日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図です。冬型の気圧配置は緩み、日曜日は低気圧の影響で日本海側では夜は再び降水がありそうです。また関東も雲が多い見込みです。ではお天気の流れを見ていきましょう。西日本から東海では晴れるところが多くなります。関東は雲優勢の空ですっきりしないお天気、千葉県や茨城県を中心ににわか雨にお気をつけください。東北地方、前日に比べてお天気は落ち着く見込みですが、夜になると低気圧の影響で雨の降り出すところがある予想です。北海道では雪がちらつき、積雪の状況に引き続き注意が必要です。お天気、そして気温の予想を見ていきましょう。日曜日の朝は土曜日に比べて冷え込むところが多い見込みです。内陸部ではほとんど氷点下、西日本方面でも5度前後の冷え込みです。ただ日中気温が上がる予想です。日差しのぬくもりを感じられそうですね。一方で関東地方は10度前後の予想です。日差しが乏しく、なかなか気温が上がりませんので、暖かい服装でお過ごしください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。Thank you.